どうも、亀ちゃん大好きセンターテイルです。今回は子亀の飼い方について改めて確認していきたいと思います。こちらは先日お迎えした草亀の子亀たちで、せっかく久々に亀をお迎えしたので、このタイミングでこのサイズの亀ちゃんたちの飼育方法について見ていきたいと思います。今回お伝えする子亀の飼育方法は、草亀やミノリガメなど多くの子亀に共通する飼い方になりますので、これを見ておけば多くの子亀の飼育の参考になるかと思います。ただ一方でこの飼育方法に当てはまらない亀も少なからずいるので、すっぽんとかは砂が必要だったり、ダイヤモンドバックテラピンなら塩が必要だったりですね、それぞれ皆さんの亀に合わせて調べてみてください。またこのチャンネルの特徴であるあれの検証も今回やってるので、そちらもお楽しみにしてもらえたらと思います。また今回はろ過なしでの飼い方になるんですが、それではこのチャンネルを見てくれてる方たちは物足りないと思います。なので今度はろ過をして2、3日水質を維持する飼育方法もお伝えしたいと思うので、そちらも気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。こんな感じでこのチャンネルでは亀の飼い方や検証や考察をしていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では子亀の飼育方法について見ていきましょう。子亀の飼育に必要なものは、入れ物、陸地、ライト、ヒーター、餌の5つになります。入れ物は水槽やプラケなどがあります。まあこれに限らず、脱走できない高さと狭すぎない広さがあれば何でも大丈夫です。ちなみに今入れてる水槽はいつも検証とかでよく使ってる亀元気水槽なんですが、これは幅45センチ、奥行き30センチ、高さ25センチの水槽なんですが、これくらいのサイズなら生後1年くらいは使えるかと思います。水槽はガラスなんで横からの様子もよく観察できます。プラケは軽いんで水替えも楽になるんですが、使ってると汚れてきて中の様子が見えにくくはなってしまいます。なので見た目きれいに管理したかったり、横からの様子もきれいに見たい人は水槽で、管理しやすさ重視で亀の様子はこう手に持って見るよとかって人はプラケでいいかと思います。僕のおすすめとしては、ろ過器を使わない場合はプラケがおすすめで、ろ過器を使うなら水槽周りって感じですかね。その理由は水替え頻度によるものなんですが、これに関しては後ほど説明したいと思います。陸地は亀が日光浴をするために必要です。亀は日光浴をするために陸地に上がる生き物で、これができないと甲羅や体の成長を阻害したり、皮膚の病気にかかりやすかったり、消化不良を起こしたりするので、陸地は必須になります。陸地の選び方ですが、亀が完全に水から出れて登りやすくて溺れないものがいいです。まず完全に水から出れないと手足や腹甲の乾燥ができないので、陸地が水没していることがないようにしてください。登りやすさは、まあ登りやすい方がいいですよね。ツルツルしたものが直角に置いてあってもなかなか登りにくいかと思うんで、登れなかったら陸地の意味もありませんので、ちゃんと登れる陸地を選んであげてください。溺れないものってことなんですが、これはそうそうないことではあるんですが、亀によっては溺れることもなくはないので気をつけてあげるといいかと思います。溺れる陸地っていうのは、例えばこんな感じで、ちょっと極端な例を持ってきたんですが、中が空洞になっててシェルターにもなるっていうタイプの陸地が、こう水の中に埋まってると、この中では呼吸ができなくなりますよね。だからこういう陸地を使うときは水位を調整して、まあこの場合だとこの辺までね、水位を下げてあげたりして、シェルターの中でも呼吸ができるようにしてあげてください。ライトですが、これは陸地を温めるために必要になります。陸地が寒かったら亀は日光浴をしに上陸をしなくなっちゃうんで、そのために必要となります。まあ今は夏で暖かいのでライトがなくても上陸してたりするんですが、そこは状況に合わせて、まあ分からなければ設置しておけば間違いないです。どのみち亀をよく見るためにはライトが必要になりますしね。ライトには陸地を温めるバスキングライトと太陽光を再現した紫外線ライトの2種類があります。紫外線ライトに関しては、
実は必要性に関している派といらない派の派閥があります。これに関しては明確な答えはまだなくて、個人的には実はいらない派だったりします。というのも、この紫外線ライトは実際の太陽光に対して紫外線量が全然弱いです。だからたまに外に出してあげればそれでいいんじゃないかなって思ってます。まあ他にも栄養面とかあるんですが、全部話すと長くなるので、あった方がいいくらいに思っておいてもらえればいいかと思います。もしくはこれみたいにバスキングライトと紫外線ライトを両立したライトってのもあります。これならソケットも一つで済むし、管理も楽になります。まあ高いんですけどね。ヒーターは温度管理に必要です。特に小亀のうちは28度くらいの高めの水温での飼育が推奨されます。この亀元気ヒーターは設定温度が28度になっているので、入れておけばその温度に調整してくれます。亀は変温動物で、水温によって体温も変わってきて、それによって食欲や免疫力に違いが出ます。体温が高い方が代謝も良くなって、よくご飯を食べるようになるので成長も早くなります。子亀は大人の亀に比べると体力もなくて弱いです。なのでなるべく早く成長させてあげたいのですが、そのためにはたくさん食べてもらう必要があります。だからこそ子亀のうちは水温高めでたくさん食べてもらいたいんですよね。あとは水温が高い方が水カビの発生が抑えられます。水カビ病は亀に一番多い病気だと思うんですが、これは亀の何らかの傷口や炎症をしたところなどに水カビが付着して発生します。そしてこの水カビは水温が高いほど活動が緩やかになります。なので水カビ予防のためにも水温は高めがいいです。今は夏で外も暑いんですが、エアコンを使ってると室内は案外冷えてたりします。うちでは小動物も飼育してて、その子たちのためにもエアコンを入れてるんですが、今の室温が 24.7 度になります。これだと少し寒いんで、夏でもヒーターが必要になります。餌は亀の餌をあげます。レプトミンとか亀プロスになるんですが、これはいろいろ試してみて亀の好きな餌を見つけてあげてください。粒の大きさもいくつか種類があるんで、亀が飲み込める大きさのものをあげるといいかと思います。餌はカミカミされると、その食べかすが水を汚すので、できれば丸飲みできる大きさの方が管理は楽になりますね。最後に普段の管理方法なんですが、水替えを毎日してください。カメは水をガンガン汚します。どれくらい汚すのかを見るために、もうおなじみではありますが、昨日から今日の水替えまでのアンモニア検査をしてみたいと思います。そうするとこんな感じで、アンモニウムが 0.5mg/L で pH が 7.5 なので、アンモニアは 0.009mg/L 検出されています。まあ今回ちょっと思ったほどじゃなかったんですけど、まあカメもお迎えしたばっかで、うんちおしっこも少なめだったのかなっていうところで、はい。まあこのようにカメの水は1日で汚染されます。アンモニアは生物にとって大変危険なものなので、毎日換水が必要になります。これに関しては以前の動画で詳しく説明しているので、そちらも確認してみてください。とにかくカメはよく食べてよく排出する生き物なので、魚と比べると何十倍ものスピードで水を汚していきます。だからこそ頻繁な水替えが必要で、この水替えを楽に行うためにプラケでの飼育もおすすめって感じになります。水替えのやり方ですが、まずはカメを別のところに移動させます。そして子ガメのうちは水量も少ないので、
よいしょって容器を持ち上げて、もうバシャーンです。この水を抜くときは必ずヒーターの電源も切るか抜くかしてください。ヒーターは空炊きすると壊れちゃうんでもったいないです。そしたら水を入れて器具をセットし直して終わりです。軽き抜きはろ過をしないならしてもしなくても大丈夫です。うちでは結構水道水がアルカリ寄りなんでするようにしてますが、まあ、軽き抜きに関しては別動画で解説しているので、そちらを参考にしてもらえたらと思います。はい、ということで、今回はこちらの草亀の子亀たちの飼育環境を整えるとともに、子亀の飼い方というのを紹介していきました。いかがでしたでしょうか？ちなみに今回お迎えしたこちらの草亀の2匹の子亀たちなんですけど、まあ、おとといお迎えして、昨日からご飯あげてるんですけど、男の子の方は結構ガツガツ食べてくれました。まあ女の子の方がですね、まだちょっとあんまり食べれてない感じですね。まあ多少は食べてるんですけど、まだちょっと緊張してる感じはありました。まあクサガメは非常に慣れやすいカメで、特に心配もしてないんですけど、まあ早く落ち着いてくれてご飯もバクバク食べてくれるといいなーなんて思ってますね。で、今回はこれから子ガメをお迎えする方だったりとか、結構初心者さん向けな内容になったかとは思うんですけど、普段は結構ろ過がどうとか水質がどうとか、かなりマニアックな話をしてることが多いです。まあなのでチャンネル登録をしておいてもらえれば、カメの成長に合わせて、まあこれからどうやって飼おうとか、まあフィルターどうしようとか、そういったお悩みも解決できるかと思うんで、まあぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも良いカメライフを。それではさようなら。